はようございます、今平日の朝、9時58分なんですけど、私がね今いるのは地図に行ってっかな、ここですね、沖縄のね名物観光地国際通りというところに来ています。マジで暑いんですけども、まあこうしてね見てください。ここほら、ここ何があったっけな、ここ雪塩のチンスコっていうさ有名なチンスコ屋さんあるじゃないですか。有名なお店が入ってたのにここ貸物件になってるよ。こっちも見てください。ここも、あ、ここは金土日だけやってるんだ。こうしてこっちもシャッター、こっちもシャッター、すごいなあ。ちょっと待って、そうですね、どこも臨時休業か。そうかそうか、別に閉店してるわけではないけども、まあ、臨時休業している店が多いわけですね。すごいな、ほとんどシャッターが閉まっています。やば、ここは東京の銀座みたいな、まあ、沖縄の銀座みたいなところですけどね。すごい、これは大変だ。ということでね、今日は私は閑古鳥が鳴いていそうなお土産屋さんで沖縄の土産を買っていこうと思います。ということで今ねスーツケースいっぱいの、沖縄土産を買ったんですけど、別に沖縄のお菓子チンスコーとかって、まあ、スーパーでも売ってるんですよ。まあ、だけどスーパーは別にね経営が厳しいというか、むしろ巣ごもり需要の増加なんかで儲かってさえいそうなのでね、まあ、今回はあえてスーパーではないところで買い物をすると、まあ、そういうことにしたわけです。あ、ここも今のここもさ柵がしてあって、ここも貸物件だな。こっちもみんな閉まってるな。ひえ、7月11日まで休業しますということで、緊急事態宣言の延長によってですね、この休業期間も書き換えられることなく、休業が続けられているようです。お、すごい、乗務員研修だって。すごいな、乗務員研修のバスだ。運転手さん頑張ってるな。ほとんど閉まってますね。はあ、すごい。うわ、なんか私さ、なんか内地から沖縄に遊びに来たあの大学生みたいな、そんな感じで見られてますけど、別にね私沖縄に住んでるんですけどね。あ、閉店しちゃってますよ。ここも3月をもちまして閉店することになりました。いやー、そうか、久しぶりに来たらこんなに、こんなにでも閑散としてしまってるんですね。8月までの緊急事態宣言延長は沖縄県の観光業界からやっぱり悲鳴が上がっているわ。悲鳴どころじゃないよね。はあ、あっちもこっちもこれも書いてないけど閉店しちゃったのかな。まだ朝10時12分ですから、あ、この後ねなんかお昼ぐらいから開けるっていう、そういう店も、まあ、沖縄だから多いのかもしれないですけど、いやでも午前中来た時もう普通に開いてたと思うな。ここにはね、あのカルビーの お土産ショップがあるんですけど、ここは、あ、11時からか。あ、なるほど、営業時間短縮してやってるんだ。あ、よかったよかった。ただ、かなりねお店が撤退してるというのはニュースで聞きますから。あ、ここも休業ですね。この辺も当面の間休業休業。お菓子御殿っていうのはあのベニーモタルトで有名な、ベニーモタルトの本家がここじゃないかな、そういうお店ですけども、まあね、開けてても開けてた方が赤字になるんでしょうからね。在庫だってね売れ残っちゃ困るわけだから、まあ、開けるより閉めてた方がいいという経営判断なんでしょうけど、大変ですよね。よかったよかった、ドン・キホーテはいつも通りやっていて安心です。ちょっと私これからねあのオンライン授業を受けなきゃいけないのでね、ちょっとどうしようかな、モノレールの中で授業を受ける計画だったんだけど、授業始まっちゃうので歩きながら授業を受けるしかないな。ということでこんなところになりますけど、まあ、今のね国際通りはこんな感じということで紹介してまいりました。なんか絶対さ、おしゃれな女性をさ対象にしてるようなお店でもさ、いかがですかとか言って私に声をかけてくれるぐらい困窮してるわけですよね。大変だ。なんかさっき見たお菓子御殿とかさ、あのネットでのねあの販売に注力してる沖縄の、お店たくさんありますから、まあ、ぜひね皆さんね沖縄のお菓子をねネットで、買ったりしてみてください。そうするとですね、まあ、非常に、ね、この辺のお店もありがたいのではないかと思いますね。難しいところですよね。では、ありがとうございました。
星ねチャンネル見てくれてありがとう。